僕らは細谷さんとの面識なんですけど、ええ、村瀬さん、あ、愛はどうでした？僕はね、一番最初に、そのオーディションで受かった作品のレギュラーが、細谷さんと一緒だった。坂道のアポロでしょ。そう。あ、言っちゃった。積極的に言っちゃった。これあかんやつですか？いや、全然大丈夫ですよ。きっともしダメだったとしても、後で、ハイキューって言っとけば、言ってもらえるので。なるほど、なるほど。多分、もしかしたら。後で、細谷さんの、それも撮ります。わかりました、わかりました。大丈夫です。坂道のハイキューとか、そういう感じになると思います。いや、多分。すごーい楽しみー。そこだと思いますね。コートネームごめんユッキーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。村瀬さん、石川さん、細谷さん、お願いします。お願いします。突然ですが質問です、細谷さん演じる朝日さんはワイルドになりたいとロン毛やヒゲにしていますが、皆さんが思うワイルドな人とはどんな人ですか？ぜひ皆さんのワイルド像を教えてください。ちなみに朝日さんがすごーと叫ぶシーンが好きです。今回は号泣しました。顔文字。ありがとうございます。本当に、いやー、ワイルド、あ、ワイルドって何でしょうね。ワイルド、ワイルド、ワイルドって作中では西野屋さんみたいな人がワイルドっていう風になってワイルド、現実世界で考えて、ワイルドな人って言ったら、僕は、夏に T シャツ1枚で絵になる人。ああ、確かに。それは外見的なやつもそうですね。そうそう。結構なんか二の腕が太くて、そう。ちょっとなんか浅黒くて、で、なんかマチョサングラスつけて、こうやって、なんか T シャツ一枚でこうやって。あ、ダメ、サングラスは生きがりすぎてる。ああ、ちょっとワイルドだね。ワイルドだね。なるほど。細かいですね。普通なんだけど、半袖の T シャツで、なんか、顔かっこいいんだけど、こだわり少ない感じ。ちょっと朴訥とした感じが少し入ってる？なんか、アクセとかつけてないけど、シンプルなのにかっこいい人。なるほど、なるほど。あんま飾らない。自分で多分そのワイルドさを出そうとしてない。してない。なるほど。あ、それ確かにワイルドだな。僕はそうですね、ジャングルに暮らしてる人とかはそう思いますよね。まんまだね。野生的まんま。野生的まんま。ね、っていう人はもう。すがー完全に、あ、言っちゃって大丈夫今避けたんですけど。まずいよ。細谷さん結構ぶっ込んでくるよ。ワイルドな人だと思いますね。だから、動物の皮一枚こう腰に巻いて、あとはもう全部裸みたいな。あ、なるほどね。あー、カイト君ちょっとワイルドなとこあるね。ワイルド、マジっすか？僕、え、あ、そうですか？さっき僕始まる前、ワイルドな男。そうだね。僕もね、そのワイルドな話はいいですよね。それはまたなんか別のコーナーで。また別のコーナーで。石川カイトはワイルドなとこ。本当にすみませんでした。愛はどう思いますか？ワイルド？ワイルド。ワイルドってなんだろうな。ワイルドの正しい発音って何ですか？ワイルド。おー、ありがとうございます。では、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。いつもこういう感じです。みんな、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知登録、よろしくね。